おー、だいぶ増えたぞ。こんにちは、ケイドラです。今回はベニマル使っていこうと思います。このキャラの特徴としましては、やっぱり殴り火力ですよね。超ダメを超アンチワープ、あとはファーストキラーとライトポジションキラー持ってるんで、いろんな敵にキラーを乗せることができて、めちゃくちゃ強い。そして汎用性も高いキラーでございます。そして SS に関しては自強感と非直殴り追撃なんですけども、追撃中は敵が撤退しないんで、もしかするとゲージ飛ばしだったり、まあ2段階だったら、まあ簡単なクエストだったらワンパンもできるかもしれません。で、実はこの SS 隠し仕様がありまして、ヒット数を稼げば稼ぐほど威力がアップするっぽいんですよ。なので今回はヒット数稼げるキャラを編成して使ってみようと思います。ちょっと編成変えようか、こっちにしますね。はい、では行きましょう。超バラ2台ですね。で、確か上限が500かな、ヒット数の上限なので、ミカエルとニルバーナを使えば多分いけんじゃないかなと思います。まあ、とりあえず殴り火力と SS がメインで、友情コンボに関しては正直、まあ、あまり強くありません。超絶ホーミング18と超強防御弾ブラスト、サポート系と、まあ、ホーミングですね。なんで、まあ、超強いわけではないんですけども。まあ、防御弾ブラストに関しては、若干難しいコンテンツに関しては、火力サポートできるんで、その点は割といいですよね。で、確か使ってみたに関しても、ニルバーナとか編成されていたんで、もう、あからさまにヒット数稼ぎに行ってましたよね。なので、まあヒット数依存なのは間違いないかなと思います。大賢者は、あ、溜まった。じゃあこれ行ってみようかな。最低でも4ターン短縮されるんで。殴り火力見ましょうか。ワープもものすごい数出てる。で、超ダメ王も発動するんで。これめっちゃ火力高い。強っ。え、だって、まあ、自強化ね、SS ったら、まあ、1.8 倍あるんですけども、もろもろ乗ってくると、確かね、6倍ぐらい、あ、超、あれか、超バラで属性効果超絶アップだったら、6倍超えかな。になったはず。で、今のもワープダム10個あったと思うんで、 1.5 をかける超ダメを 1.3 かけるファーストキラーの 1.5 をかけるライトポジションキラーの 1.5 なんで、今ので 4.3875 で、あとは超バラ分で、属性効果上がってないから、ここは 5.265 倍で殴ってました今。そう聞くとものすごい火力っすよね。ただ、多分これ SS、いや、ボスの HP 低いから、SS 打った時に、倒してしまう可能性あるんですよね。だからまあ、ラスゲで試そうかなと思います。1段階だと多分火力はそこまで見込めないし、最初にボス触れないといけないから、ちょっと使い勝手むずいっすよね、このクエストだったら。もうちょっと HP 高いクエストだったら、多分 見やすいと思うんですけど。あとヒット数500も稼げるのかっていう。確か500が上限っぽいんですよ。まあ、とりあえずラスゲで、まあ、HP の SS を打ちながらヒット数稼ぎたいですね。うまいこと調整できないかな。でもミカエル友情強すぎてこれ怖っ。倒してしまいそうで怖いですね。 SS 打ちながら行くと重なってるし。ああ、まあ大丈夫そうか。ニルバーナ拾えないかな。両方拾おうとすると事故りそう。まあ行きます。直殴りがほんと強いと思うけど、これやばいよな、火力多分。お、どう？ナイス、ニルバーナ。さあ、ダメージ見ましょう。500、約600万から。おー、だいぶ増えたぞ。3800万。え、めっちゃ増えたね。
これ多分本当にヒット数稼げば稼ごうほど半端ない画力出ますね。だから次500ヒット目指したいからもっと硬いクエストで使ってみようと思います。ではゴリゴリヒット数稼ぐためにも HP が高いビーラの極みで使っていこうと思います。ここだったらおーウンボ来たナイス、多分溜まると思うけど、とりあえずヒット数どれぐらい出るか見ようかな。いや、とりあえずキラー乗せておこうか。キラー乗せてから、あ、OKOKOK。あ、めっちゃ出るわ、これ。まあ、雑魚がいっぱい残ってる方がヒット数稼ぎやすいんで、開幕ベニマルとかにしたいね。これだったら結構安心して、火力出そう。うんうん。まあ、道中は若干時間かかるんですけど、レベル1だ、レベル1ですからね、こいつ。お、ホーミングいい感じ。うん。いや、これ楽しみですね。まあ、でもさすがに、ビーラー HP めちゃめちゃ多いんで、絶対ワンパンはできないと思うんですけど、まあ、どれぐらい入るかが、まあ、見てみたいですね。こんなに硬い敵に対して。しかも、非直殴りですからね。友情で、お、倒した。まあ、超絶ホーミングに関しては、貫通ホーミングと違って、まあ、どっちかというと、雑魚処理能力高いですからね。特に弱点持ってない敵に対しては、火力入りやすいんで。おー、なんかすごい、なになに？オッケー。さあここはダメージ稼げるの小町ぐらいしかいなくないか。ナイスナイス。で自力の殴りでどんぐらい入るんですかね。ワープとダメを出て、まあ、超ダメは当たんないか。まあさすがに自称クエストですねこれは。自称できないからな。まあ、小町で突破しましょうか。で、開幕をベニマルに合わせたいから、まあ、次の小町でバトル後突破って感じかな。まあ、よほど小町だったら突破できるよね、これ。強っ。強すぎるか。オッケーオッケー。うん、まあ問題なさそう。さあ刻一刻と SS が見れる時間がやってきました。楽しみやな。うん、ヒット数も超稼げるもんね。ビーラ倒せるかこれ片方。あ、強すぎたわ。なるほど。まあ大丈夫か。雑魚多い方が SS は、ごめんなさい、ヒット数は稼ぎやすいんで。はいはい、配置的にもしんどくはなさそう。裏に行くなよ。じゃあ倒せ。あぶねー。よしよし。ヒット数稼ぎましょう。ミカエルワンチャンなくてもいけそうですけど。まあ。先にボス入れた方が確実か。なんか変な跳ね方しそうで怖いなこれ。怖っこれ。雑魚倒したらなんか起きない？大丈夫かな。これでいこう。道を開けろ豚ども。あいつらの武蔵消えたくない。さあヒット数はおほぼ500。なんか来たけど大丈夫か。近くの敵だったら。さあ900万から。おお、やっぱ伸びるな。2400万ぐらい。さすがにここはね HP 高いんで削り切りはしなかったけど、
って言うてでも簡単なクエストだったら余裕でワンパンできますよね。ただでもあれか、簡単なクエストでヒット数稼ぎながら SS 打とうとしたら多分敵ボス死んでるよね、友情コンボとかで。よっぽどめちゃくちゃ威力の弱いヒット数稼げる友情コンボ連れていかない限りは普通に死んでそう、敵が。でここ大賢者打って8ターン引こう、8ターン引きながら砂時計、今の何ターンだ、5ターンぐらい。まあでもだいぶ短縮できた。まあ1段階でも次打ってみようか。1段階の火力も見てみたかったんで、ボス戦開幕打ってみたいな。キャラ固めようかな。さすがレベル1、足遅い。オッケー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 。多分ボス上にいた気がするから、1段階ので、もし仮に1段階でめちゃめちゃヒット数稼げてワンパンできそうだったら、まあ、実際にまあ実用性は出てくると思うんですけど、で速殺つければすぐ溜まるから、よしよしよし、1位4位ね。ヒット数ははい350で230万から、おー、まあまあ増えたね、1段階で。今ぐらいのダメージ感だったらまあワンパンもできなくはないって感じだけど、でもそうか、なんかミハネ3体とかそういう編成なのかな、ワンパンしようとしたら。ヒット数稼ぐのってさ、やっぱりむずいよね。友情今結構インフレしてるから、簡単なクエストで倒そうとすると多分死んじゃうんすよ、普通にボスが。はい、じゃあラストは殴りで見せてもらいましょうか。さあどう、おー、自称なしでこれか。昔だったら考えられなかったですね。超絶ホーミングもね、意外と火力入ると思うから、うん、まあとりあえずね、ヒット数依存っていうことがちゃんと確認できたんで、うん、まあ、多分比較対象も用意すると思うんですけど、まあ、SS に関してはまああれですね。正直まあおまけ程度で考えた方がいいのかな、追撃は。簡単なクエストでワンパン周回で実用的に使うかって言われたら多分そうじゃないと思う。さすがにきついと思うし、まあヒット数を稼ぎに行こうとするのもちょっと違うと思うんで、もし仮に今後ね、そのワープ転送壁とか、ダメオ転送壁でハマった時に、まあ相方意識してあげると SS のそのダメージが伸びるんで、まあそういうところで知識として持っておくのはいいかなと思いました。まあ特にダメオ転送壁だったらミカエルですね。これがヒット数稼ぎやすくて、ワープ転送壁に関しても、まあナスカいるんで、これは意外とヒット数稼げますよね。他のキャラはどうかな？まあ微妙。微妙。微妙。まあダスカぐらいか。なんですけども、まあどっチカがハマった時はこのキャラたちを相方にしてあげると SS の追撃の火力もアップするんですが、まあそこメインじゃないよね、このキャラ。やっぱり超ダメを超ワープ、キラー2個、しかも両方ともキラー乗せやすいで、超バランス型も解放できて、あとは防具弾ブラストもあるからめっちゃくちゃ殴り火力高いんですよ。だから今後その超ダメを転送壁、超ワープ転送壁でハマったとしても、どっちでハマったとしても超アビつくんで両方とも強いし、まあキラーに関しても本当に超乗るんで、これファーストキラー、ライトポジションキラーほとんど乗せれるからね。うん、でまあ地味に超レーザーストップもあるんで、まあ今後本当に難しいコンテンツでハマった時はまあトップクラスですね。うん、まあミカエルに関してもやっぱり艦隊組めないっていうところを見ると、まあ相方はやっぱりね、その毒キラー
持ってるから毒の友情コンボ欲しいんですけども、そのもう一体空いた枠に、まあ、このキャラ入れるっていうのもありだと思いますし、まあ、SS の自強化倍率も確か 1.8 倍でしたし、まあ、もろもろ倍率乗ってくるとなんかとんでもない火力になるんですよね。6倍とか超えたかな、属性効果超絶アップだったらとかなんで、まあもちろん未来投資のキャラなんですけども、まあ今回やっぱり明確な当たりはねリムルなんで、まあ、リムル狙いのキャッチとかで出れば本当に美味しいキャラかなっていうふうに思いました。はい、以上ですね。よかったらね、皆さんの感想も教えてください。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。